ロバート・ジョセフ、ボブ・ドールはアメリカ合衆国の政治家、法律家。所属政党は共和党で長らく上院院内総務を務めた。宗教はメソジスト。1996年アメリカ合衆国大統領選挙での共和党の大統領候補であった。1923年7月22日にカンザス州ラッセルに誕生する。 第二次世界大戦中はイタリア戦線に出征し、ドイツ軍の攻撃で負傷して、右腕の自由を失う。連邦会院議員を務めた後に、連邦上院議員に転出し、1969年1月3日から1996年6月11日まで27年間に、わたって上院に在籍した。上院議員在任中は、共和党全国委員会委員長や、 上院院内総務を歴任するなど上院共和党のリーダー、重鎮として重きをなした。1996年には大統領選挙に出馬している。1996年に上院議員を引退して以降は政治活動は一切控えているものの現在でも政治コメンテーターなどの職を通じて政界に関わっている。 2021年2月、ステージ4の肺がんと診断されたことを公表した。大統領選挙でも、しばしば候補者に名前が上がる政治家の一人であり、1976年、アメリカ合衆国大統領選挙において、現職のフォード大統領のランニングメイトとして、副大統領候補に選ばれたほか、1996年、アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党の大統領候補に正式指名され、当時現職で再選を目指していた民主党のビル・クリントンと選挙戦を戦ったが、本選挙では選挙人にして200人以上の大差をつけられて敗北した。親台湾派の重鎮として知られ、2016年アメリカ合衆国大統領選挙の後、ドナルド・トランプと中華民国の蔡英文総統が電話会談した際に、 水面下でセッティングしたのはドールであると明らかになり注目を浴びることとなった。二度目の妻のエリザベースドールは2000年アメリカ合衆国大統領選挙における共和党の予備選挙でジョージ・ W ・ブッシュ、ジョン・マケイン、スティーブ・ホーブスに次ぐ有力候補だったが撤退した。2002年にノースカロライナ州から連邦上院議員に選出された。 1996年、アメリカ合衆国大統領選挙の最中から、頻繁に、テレビのバラエティ番組に出演し、大統領選挙の後には、ビザやランキンドーナツなどのテレビコマーシャルに出演した。2001年には、ブリトニー・スピアーズと、ペプチコーラのコマーシャルで共演している。バイアグラの愛好家であり、広告に登場したことがある。ザ・シンプソンズの第14シーズンの、 第14話、誕生。国会議員クラスティに本人役で出演している。ありがとうございます。